こんにちは、おときゅうです。高山駅西口から入り、改札に向かいます。西口から入ると、博物館のような通路を通り、祭り屋台をテーマにした展示物を見ていくようになります。通路右側を見ますと、ホームなどが見えたりもします。改札へ来ました。天井や壁に木がたくさん使われていて、綺麗な駅ですよね。これから全区間乗車する列車は特急飛騨36号大阪行きになります。大阪高山間の飛騨号は1日1往復しかないのですが、高山行きと大阪行きで走る経由が違うんです。大垣、関ヶ原の間は高山行き飛騨25号は普通列車も走る垂井を経由します。ところが大阪行き飛騨36号は下り専用の勾配緩和線を経由していくのです。特急飛騨号は間もなく HC85K に車両が置き換えられます。普通列車で通ることのできない勾配緩和線をキハ 85K で運用されている間に乗車してしまおうと思います。高山駅は有人改札しかなく、列車発車の10分前に改札をします。取りたいものがあるので、14時49分発 1718C の改札で入りました。何を取りたいかというと、今右の側線で動いているキハ 85K が関係します。実はこの列車が大阪行き飛騨36号に使われる編成です。1718C はキハ 25K のトップナンバーが使われ、5本しかない転換クロスシート車でした。乗りたいですね、これも。先ほど側線から動いたキハ 85K は岐阜方の引き上げ線にすでに入っています。そして 1718C が出た後、引き上げ線から2番線へ入ってきます。2番線には名古屋行きの編成がすでに入っていますので、こちらとドッキングします。連結が終わり、7両編成となりました。前3両、1号車から3号車が大阪行きで、1号車は自由席なので全面展望していけます。まだ改札は始まっていませんが、15時4分頃ドアが開きました。落石事故で廃車となった107番の台替え119番、現1119番を狙ったのですが外れました。3号車はバリアフリー対応に改造されています。車両番号は現番号にプラス1000番されており、本日は1105番でした。3号車車内を見てみたいと思います。改造されたバリアフリーの部分を重点的に見ます。新商社対応席は片側4席分を潰して1席用意し、左右に1つずつあります。眺望を良くするため座席は1段高くなっていたのですが、新商社用の席はフラットに改造されています。トイレも新商社対応の大型のものに変えられています。そのため洗面所は座席を1列潰して移設されました。
バリアフリー設備改造で3号車の定員は60人から50人になっています。2号車は中間車で、1号車より車端には車内販売準備室や飲み物の自動販売機があります。展望ができる1号車中席の車内です。非貫通型ですので、前面を見ていくのには最高ですね。名古屋行きの飛騨16号には青系のシートが使われています。普通車の座席には背面テーブルと簡易足置きが備わっています。もう改札は始まったと思うのですが、乗客が全然降りてきません。自由席の展望席に2人人が行きましたが、指定席は誰もいません。岐阜駅に1分ほど遅れ、17時37分4番線に到着します。岐阜駅で名古屋行き飛騨16号と解決します。解決準備をするため、5分前から車内での通り抜けは終了しています。
まります。ご注意ください。ホームへ出て解決された姿を見に来ました。作業員は仕事が終わり退散していきます。名古屋行きの車掌さんは箕面太田から乗務した方がそのまま乗務していきます。分割作業を終え、岐阜駅を17時43分定刻に発車しました。ここから大阪まで飛騨36号の単独3両編成で運転されます。 JR 東海から JR 西日本へ直通する希少な列車になります。今は普通列車の直通はなく、特急しらさぎと飛騨のみとなりました。2016年3月26日ダイヤ改正までは信濃号も大阪へ直通していましたが、今はありません。白鷺号は前原から北陸本線へ入るため、東海道本線を直通するのは飛騨のみとなり、現在 JR 東海社の直通唯一となっています。10月2日に減便ダイヤを実施する JR 西日本ですが、 HC85K に置き換え後も直通は存続するのでしょうか。大垣を17時54分定刻に発車しました。さあ、ここから関ヶ原まで下り専用勾配緩和線を走ります。下り勾配緩和線は現在旅客列車では白鷺、飛騨、サンライズ、瀬戸、出雲のみ通過しています。サンライズ、瀬戸、出雲は夜中通過しますので見づらいですし、特急飛騨にしましても今の時期でないと明るいうちには通れません。大垣関ヶ原間の全面展望ノーカット版を終了画面に貼り付けますので、ぜひご覧ください。前原駅は2番線に18時22分定刻に着きます。この2番線は大垣から出てくる普通電車も止まるホームですね。
2番線で抜けていくようです。 JR 東海区間は終了して、これから JR 東海車で唯一直通する区間へ入ります。すっかり外は暗くなりました。まもなく大阪に着きます。大阪駅の夜景は明るくて綺麗です。高山から4時間12分乗車してきました。3番線に19時50分定刻に到着します。JR 東海車のディーゼル特急で大阪駅に入ると場違いな感じで違和感たっぷりです。飛騨36号に乗り、高山駅での並結、岐阜駅での分割、大垣関ヶ原間の下り勾配緩和線を走るということ、これらすべてが見れたので良かったです。大阪環状線の 323系を見ると、あ、大阪だなぁとは思いますが、キハ85系と並ぶとキハ85系に違和感たっぷりです。 HC85系に車両が置き換わった後も運転はしてくれると思うのですが、10月2日の減便ダイヤなどが行われることを見ると少々心配になってきます。今回の列車の利用も非常に少なくガラガラでした。これも心配の要素の一つです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。